はい、皆さんどうも、ゆうほう高校です。本日は夏の甲子園大会の3回戦です。さあ、2回戦はですね、延長戦を戦い抜きまして、なんとか、まあ、魔物の力を用いて勝つ、まあヒットは出たので魔物の力とまでなのかというところもあるかもしれないんですけども、なんとかね、勝つことができました。2回戦でこれをちょっと苦戦するってなりますとどうなのかなってところもあるかもしれないですけどね、ちょっとね、みんな切り替えてね、頑張ってほしいですね。行きましょうか。じゃあ宮里で今日もたくさんのお客さん、そして熊本ですね、玉名工業。甲子園大会3回戦第1試合の模様をお届けいたします。1塁側愛媛代表名門高校チーム、3塁側熊本代表強豪玉名。熱戦が続く甲子園球場、スタンドは今日も満員です。さあ、注目の3回戦プレーボールです。バッター宮里、マウンド上は武藤。おー、またええの来ましたね。技巧派ですな。伊勢大竹来た。秋やんマジかよ。カノ、カノさんはあっちの方か。あ、こっちじゃないんだ。こっちで言ったら危なかったけどな。村上だ。これあれかな、オリックスの小田さんかな。第9投げたスプリットは5。いやー、技巧吐きましたね、今日は。第2球投げたストレートはストレート。投球はこれから3球目、空振り。はいはいはい。第4球を投げました。あら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 。そして今、拾い直した。記録はストレート。あら、いいね。高校チームリードで迎える3回です。バッター宮崎、第9球いっぱいだ。第2球投げました。ダメだ、逆風だ。もう一度投げない。あら、高校チーム打順トップからでしたが、三者凡退で攻撃を終えています。序盤終了しまして1対0です。いやー、ここも天性プロばっかりだな、ほんと。さあ、勝ち越しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で、バッターは3年生伊予伊達伊豆。第1打席はライトフライに倒れています。初球スプリットから。はい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 。第2球投げました。4、5。第3球を投げました。お前どんなボール球振っとんじゃい、こら。次が4球目投げました。5。そういう球を振っちゃダメなんだよ。第5球投げた。オッケー。投球はこれから6球目打ちました。あ、ダメだ。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた、高め。第2球ストライク。今のは入ったか。第3球を投げた、空振り。バッター追い込まれました。いやー、もうそれだったらもうそうだね、転がした方がいいよ。投げた、4、5。次は5球目、投げた。落ちるか、落ちた。おお、青柳さん決めてんじゃないですか、さすが。あ、いいね。ちょっとでも厳しいか。あー、木山さんのレーザービーム。これで2アウト、ランナーは1塁3塁変わりません。第9投げました、ストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました。あ、1塁3球。守備ええな。高校チーム3塁までランナーを進めましたが、勝ち点は挙げられませんでした。4回の裏が終わりまして1対1です。おうおうおう、高校チーム失点すれば負け越しです。なんだよ。バッターは3年生秋山。ネクストバッターサークルではショート、マウンド上ピッチャーは関本。
やばいな。第3球を投げました。今シーズン147キロストレート。第4球を投げた。ナイスボール。高めの変化球でスイングアウトを取りました。第9球投げた。前に高め、シュートは外れたボール。第2球投げた。大角度の空振り。第3球を投げた。ストレート。ああ、オッケーオッケー。もう一回外でないんじゃん。第4球を投げた。ああ、そこでインコースか。次は5球目投げました。引っ掛けだ。キッチャーは死に足りない。オッケー、ギリギリやん。スリーアウトチェンジ。関本ワンアウト2塁。踏ん張った踏ん張った。ここはゼロに抑えました。4球目を待って1台。高校チーム、この回はフリーバックからの攻撃になります。トップバッターは宮崎。第9球投げました。ストレートでストライク。どうや、宮里ちょっと打てそうにない感じかな。それは振らんでいいや。第3球を投げました。次は4球目投げました。外れた。ゴール。ジャックフ5メーターか。第5球投げた。インロー。ゴール。さあ、ラストボール投げた。うわー、見逃しちゃったよ。同点で迎えた8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で、バッターは3年生、秋山。第9球、初球空振り。気にせず思い切って投げたけ。打たれたわけ。よし。よし。オッケー。さあ、関本からか。ファーストランナー残塁。8回の表が終わって1対1です。なかなか技巧派を打ち崩せんの。同点で迎えた8回です。さあ、どうしようかな。1塁という場面、高校チーム代走を切ります。今1塁に入りました。さあ、ここは相手に揺さぶりをかけてそうだね。もう揺さぶりかけていくしかない。投げた。初球空振り。少し意識しすぎだが全然球数が増えとらん。どうしたお前ら。2球投げた。低め際どい。ボール。投げた。ボール。第4球を投げました。インコース。第5球投げました。ボール。セーフティー決めたもん。面白かったけど。さあ、9球目投げました。ああ、サード右横のフライ。ホームライだ。取りました。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。さあ、谷山。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。投げました。思ったよりショットで。でも今日元気のない宮里。行くぞ宮里。サークルに控えているのはボス。第9球変化球ストライク。インハイへ。インハイか。投球止めたら2球で高めボールだ。あー、また難しいボールか。距離を上げていません。掴みました。ランナーするずる自分ボールに戻ります。ランナー2人を置いて迎えるバッターはボス。緊迫した場面が続きます。そうだな。さあ、ラッキーボールの本領を発揮してほしい。初球サード正面1塁選球。アウト。スリーアウトチェンジ。どうしようか。このチーム得点圏にランナーを送りましたが勝ち越しはなりませんでした。8回までが終了しまして1対1です。同点で迎える9回です。ワンアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生中畑。さあ、ここはゲッツー体制を取ります。第2球投げました。ストライク。ズバッと決めていく。5球は3球目。外角高めの直球はゴール。あー、投げた。ストレートはストライク。伸びのあるストレート。OKOK。 追い込んで第5球。ナイスボール。ズバッと決まって見逃し三振。さあ、どうしようか。第9球見送ってストライク。直球シュート。ちょっと高かったね。真っ直ぐ。ナイスボール。もう追い込んでいます。一塁牽制。いいね。冷静だね。ロキは3球目。打ちました。サード。うまく掴んだ。飛び込んだ。気迫を見せましたが、ここは及びません。スリーアウトチェンジ。たまにファーストランナー残塁。9回の表が終わって1対1です。武藤、交番。ああ、降りたね。今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。さあ、相手投手を威圧していきます。
手投げた。ツーシーム決まってストライク。まずは見送りました。どうだ。第2球。投げた。2球目。ああ、追い込まれました。第3球は。やられすぎやね。第9投げた。初球空振り。思い切って振っていきました。投球これから2球で、まだまだ。いやー、ちょっとそういう球をできれば振ってほしいのだが。第3球一つ外したボール。投げた。打ちました。三遊間。うわー、ショートのエラーが記録されます。さあ、ワンアウトからサヨナラのランナーが出ました。さあ、お祭り男の本領を発揮することができるのか。どう、北見クイック早そうだな。第2球早いな、ね、投げました。空振り。タイミング合いません。スクリューが、スクリューが投げました。外のから空振り。そうか。第4球を投げました。ストレートはギリギリだね。投げました。打った。あー、面白い。一塁送球。一塁セーフ。セーフ、セーフ。面白いね。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。投げました。どう。面白いよ。第2球。2球目空振り。少し意識しすぎたか。第3球を投げた。あー、やばい。セカンドとしたいやー、いやー、これは、いやはや、これはなんとも、まさかのサヨナラエラー。これつらいなー。いやー、サヨナラアンダーじゃないのにさ、うわー、ひでえ、マジか。これ天と地だな、まさに。ひえー、まさかさよならで、3回戦を突破するとは思いませんでした。ということで残り3つとなりました。このまま突き進んでいけるのでしょうか。では次回の動画をお楽しみに。ありがとうございました。